わっさちょ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 、皆さんお久しぶりでございます。森子ジャパンです。こんにちは。今回はですね、自分の視力が視力検査の視力ですね、視力の推移どんな感じで今進行しているのかっていうのをお話ししようと思います。で、自分の視力検査での、まあ、いわゆる通常の視力って言われる視力なんですけど、15年ぐらい前だと、メガネとかコンタクトをつけた矯正視力っていうのが、まあ、1.1 ちょっとぐらいあったのかな、 1.ちょっとぐらいはあったんですけど、それがだんだんなくなっていって、今6、7年ぐらい前に、矯正視力が 0.4 ぐらいまでなって、コンタクトとかメガネをつけて、で、まあ、その後もだんだん落ちていって、最近だとそうですね、20代後半の時に特に悪くなっていったので、まあ、3、4年ぐらい前ですかね、どんどん悪くなっていって、で、最近だと測ったのが去年の11月ですね。去年の11月が、左の視力が 0.07、 矯正視力、メガネコンタクトをつけた視力が 0.07 の右が 0.1 ぐらいですね。で、大体3ヶ月おきぐらいに検査で病院に行ってるんですけど、眼科に。その後3ヶ月後が左が 0.05 の右が 0.08 で、その後5月3ヶ月後が左が 0.03 の、右が 0.06 ですね。で、ちょっと8月がパラリンピックの関係で忙しくてちょっと病院に行けてないので、まだ行けてないんですけど、このまま3ヶ月おきに 0.02 ずつ下がっていくと、8月が、左が 0.01 の、右が 0.04 ですね。になってるはずってことですか？になっているというはずなんですよね。で、このペースでいくと、正直今の10月は左はほぼゼロになっているはずということなんですが、まだなんとか、はい、見えてます、ね、見えてはおりますと、一応ギリギリで、まあでも多分ここからはもっと進行がゆっくりになるんではないかと思ってはいます。これは多分だんだん 0.00000 いくつとかだんだん落ちていくんじゃないかと思っています。まあでも所詮ただの視力検査の視力なんで、確かに視力はいろんな要因がもっとあるので、視力というか見え方には、確かに特に困ってるのが携帯の文字入力ができない、ほぼできないというか精度が非常に悪い。確かになんかここ1ヶ月で森子さんの LINE のなんかニュアンス感がだいぶ強まりましたね。精度がだいぶ落ちてきてます。1個隣のなんかパネルの文字だなみたいな結構多いですね。でもなんか会話にはなるんで、なんか不思議と、そうそうなんですよね。なんか不思議ですよね。一応変換をうまくしようとは思ってるんですが、なるべく短い文言、確かに、かつ漢字が多いとすごく読みにくい、感じ潰れちゃいます、ね、なんでそう、仕事もプライベートも結構大きいのは携帯を使いにくくなりましたね、もう一気に。なんか仕事も検索とかするときに携帯で調べる方が良かったんですけど、逆に今度はもう携帯で使えなくなっちゃって、この半年ぐらいですかね。徐々にみたいな。徐々にです。よりなんか今はじゃあメッセージが返しにくくなってるって感じですか？そうですね、はい、確かに。どんどんそろそろ完全に音声に切り替えないといけないのではないかと思っております。今は結構、前まではかろうじて文字も見ながらそれこそメッセージとか見れてたって感じでしたもんね。音声と半々みたいな、はい、だんだん音声より少しずつ
変わってきております。なるほど。じゃあここから見え方、あ、そうですね、見え方についてちょっと説明してもらえると。見え方、見え方についてはなんかどんどんこうなんか物と物の境目というか境界線がはっきりしなくなってて、ぼやける、ぼやけるから、なんていうんですかね、ぼやけるのすごい先に行ったぼやけるみたいな、物と物の境界線が分からなくなっちゃって、そのうちこれ何もなくなっちゃうんだろうなみたいな。ただそれが多分そのうちどんどん境界線が何もなくなって、多分光を感じるだけとかになっちゃうんだろうなっていう感じですね。なんかそれって日常生活で具体的にどういう風な例とかあるんですか？単純に視野の狭窄と欠損も進んでると思うんで、やっぱりいろんなところにぶつかるのが増えたのと、あとは本当歩くのが足元がギリギリ状況によっては見えるんですけど、ま、周りがもっと遠い周りというか建物とか壁とかがあんまりどんどん見えなくなってきちゃって、道路真ん中どこ歩いてんのか、自分がどこ歩いてんのか、どこにいるのかがよく分かんなくなっちゃうっていうのが結構起こりますね。なんか前までだとぼんやり見えてるから一応その自分の道路の歩いてて真ん中にいるとか端っこにいるか分かったけど、そうですね、最近その床と壁の境目も分かんなくなってきて、はい、自分が今道路の真ん中なのか端なのかも分かんなくて、はい、そうですそうですってことですよ。なんか自分のなんか慣れたところでも最近なんかあれ今どこにいるんだみたいな、ああ道に迷っちゃうみたいな、道にも迷うし家の中でも家のどこにいるんだろうみたいな、でだんだんぐるぐるいろんなところに目を向けていくと、だんだん少しずつ見える部分がこう頭の中でピースがこう重なっていって絵ができてきて、あ、ここにいるんだみたいな、なんか RPG の地図みたいな、そう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 、よく1時間ぐらいは全然見えてないですね。うん、何ですかね、血流がいってないんですか、わかんないですけど。お前ご飯の何もなんかわかんないみたいに言ってませんでした、なんかご飯が何食べてるかは、何を食べ出したのかがわかんないですね。最初の例えばだからあのビュッフェみたいなバイキング形式とかはもう何取ってるのかもわかんないし、寿司はこれ何のネタだろうみたいな、あ、寿司の盛り合わせみたいな時に握りの難関セットみたいなやつのこのネタは何なんだろうみたいな、うん、闇鍋、常に闇鍋っすね一人で、はい、一人闇鍋、定食とかっていっぱいついてるじゃん小皿に、それがもう分かんないみたいなことですよね。あ、そう、小皿何があるか分かんなくて、お通しとか、そう、お通しとか分かんないです、ね、結構辛いのとかだったらびっくりしますね、アクセ強いのだと。辛い、アクセ強いのはびっくりする、びっくりする、つけ麺みたいな、うん、なんかもうしょ、甘いと思って食べたらしょっぱいみたいなとか、しょっぱいと思ったらめっちゃ甘いみたいなとかはびっくりするけど。なるほどね。うん、最近そんな感じですと。そうですね、最近そんな感じです。ですよね、はい、なんか前までそんな感じ全然なかったですもんね。そうですね、話しててなんかここ最近でそういうのが増えましたよね、うん、やっぱり、うん、あと顔の見えなさもやっぱ増してきてる。ああ、より顔がだんだん見えなくなって、のっぺらぼうみたいな感じなんですか。のっぺらぼう、のっぺらぼう、怖っ。なんか物にピントがどんどん合わなくなってきて、ああ、老眼みたいなことっすよね。そうです、老眼、老眼が多分もう若い時にめちゃめちゃ無理して見てて、もう勉強も仕事もめちゃめちゃ無理して見てて、でそれをずっとやってたらもう何にもピントが合わなくなっちゃって、あ、そもそも、そもそも訳が違って、あ、なんか自分もコンタクトとかメガネ取ると普通に 0.01 とか 0.02 だよって言う人いるんですけど、その 0.02 と 0.01 とかとは全然見え方は違っていて、そもそも視力検査の視力の測定方法だとっていうだけの値なんで、本当はもっとやばいですと。いろいろ動体視力とかもあったり、いろんな視力があったり、ピント合わせたりとか、そう、色判断したりとか、その白内障と夜盲と、あと黄斑変性みたいなのも相まって、で視野の狭窄と欠損も相まってのそれなんで、だから普通の人が眼鏡とかコンタクトを取って
視力が 0.01 とかっていうのとはもう全然違う見え方ですね。一回じゃあこれでまた締めますか。うん、なんかこういうの動画とか定期的に出していきたいですね。だから記録残しておくのも面白いですよね。面白いですね。なんかね役に立つかもしれないですけどね。確かに。なんかこれなんか月1とかでやっていきます。そしたら、うん、月1かそれともなんか検査あるじゃないですか、うん、病院の病院検査終わったタイミングでなんかその経過報告じゃないですけど、うん、なんか記録とかとして残しながら行っていくのもいいのかもしれないです、うん、もう来ちゃった。まだ来てないです。ああまだ来てない。じゃまた次回の病院、はい、次の病院はいつなんですか。なんか8月に行けてないのを行かなきゃいけないんで、いつでもって感じで11月あたりに有給を取って行こうかなという感じでございます。ちょっと近くなりますけどまたそれもあるですね。そうですね。またあの病院行ったらちょっとそれはそれであの視力の件も含めてご報告できればなと思っております。あとから遠征動画とか作ってこなえてきたんで、まあちょっとこういう真面目なのもまたやっていきましょう。はい、では Peace out.